というわけでですね、本日は初めてのハートなニュース第1回をやっていこうと思います。まあ、結構ね、なんか昔の方に朝ニュースなんてのもねやってたんですけども、ちょっとね最近はそういうのをお休みさせていただいて、久々にね始めるということで、朝からほっこりするハートフルなニュースをお届けするわよ。ではでは、早速まず最初に紹介するニュースはこちら。ちょっと文字の方ではね、ちょっともうすでに出ちゃってるんだけども、昨日初回にしてやらかしをしてしまったみたいなお話が出てるんですけども、あれなんとですね、こちらハートなニュース、本日ね、まあ、基本的には土日の朝10時から始めたいと思ってるんだけども、昨日の土曜日に時間を設定してしまって間違えて枠を立ててしまったというハーチャマ速報ですね。はーい自ら素材を提供しているんですかね、ちょっとそういうことなのでしょうか。早速やらかしをしてしまったということで、ツイッターの方ではね、今日は友達とアスレチックに行ってくる、今日配信できないかもって言っているのにもかかわらず枠を立ててしまったので、まあでもすでにね、こう察してる先輩もいたみたいで、なんかチャット欄で遊ぶなどして盛り上がっていたそうですが、私はいつも6時に起きてるから、別になんか寝坊したとかそういうのでも、まあ、ないんですけどもね。はい。先輩はね、まあ、数名さしていたそうです。コメント欄がフリーチャット化して、盛り上がりを見せていました。はい。で、後からね、ちょっとみんなごめんなさいということで、日付ミスをしていたそうです。はーい。いや、もう健康的なので、毎朝6時に起きて、7時から朝活をして、9時にはジムに通っております。というわけで、ハーチャマ速報でした。オーストラリアにいた時はね、時差の関係で配信時間を間違えるってこともあったけど、なんか最近も別に時差とかない割に間違えちゃってるっていうね。では、お次の。